皆様こんにちは。三人吉次さクルアの発売にお坊吉次で出演させていただきます菅健太です。そうですね。今回はお坊吉次ということで、えー、木下さんからちょうどお話しいただいたんですけれども、えっ、ー、と三人の吉次ブロの物語と、えー、クルア話というこの二つの物語を今回一緒にこう上映するっていう中で、この僕の演じるお坊が 唯一と言ってほど、こう、二つの物語に、こう、関連していって、え、こう、物語に、こう、入っていく役、というのを、え、聞いてですね。いや、これはちょっと、かなりプレッシャーだなという、え、感じを、ちょうど今、受けてるんですけれども。役柄としては、僕のすごい個人的な、うん、こう、イメージでは、割と、なんだろう。 自由度の高い役というとあれなんですけどこうやる役者によっていろいろな色になれるようなキャラクター像なのではないかなと今時点では考えているのでそこはすごく個人的には楽しみな部分ではありますちょっとあの実は今いらっしゃるのでちょっとあの <laughs> その場で言うのは恥ずかしいんですけれども最初にお会いしてとても。 優しそうな方だなという印象が一番に来ましたなんかこれから先稽古が進んでいって僕の中で疑問点が生まれたとしてもすごくそれを聞きやすい空気を作ってくださるんだろうなっていうのがすごい第一印象のはい、すごく嬉しかったポイントですね国尾さんも優しいというかすごくうんフランクな方というか稽古場の 作り方がとても素敵な方という印象が僕はありまして作品に対して僕なんか言うのもあれですけど真摯に取り組まれる方だなという印象がありますね実は田中さんの高校時代を僕が演じたことがありましてそれは映画だったんですけどもちろん同じシーンとかなかったんですけど言葉ではなくうんお互いのお芝居だったりとか なんかこうで会話をした感じというかをすごく感じることができて他の作品でご一緒した時も何かこうただ共演するだけではないこうつながりみたいなものを僕は勝手に感じたりしていたので今回こういう作品でご一緒できるっていうのもすごく縁を感じる方だなと思っています。長く愛されている作品なので それだけ多くの方が、うん、知識だったりとか、えー、情熱みたいなものをこの作品に注いできてると思うのでそこにこう新しくというかまた違う何か一つを持ってこれるような存在であれたら嬉しいなと思っています三重県文化会館でおお待ちしております。